どうも。ひょっこりはん。いやいや、おかしいっすよ。ひょっこりはん。おかしいっすって。じゃあ、なんか、自己紹介。あ、じゃあ、お願いします。はい、はい、どうぞ。どうも、ひょっこりはん。だから、なんすか、僕出たがりだもんで。あ、そうなんですね。うわー、すごい。これが YouTube ですか。いや、すごーい。おかし、おかしくないですか。あの、これ YouTube 撮れてるんですか、これ。今撮ってますよ。すごい。こんな風になってんの、すごい。すごくないですか。はい、何ですか、今日は。今日は、男性の、まあ女性のカバンの中のチェックってよく、やらしいですね、またそういう企画するの。ほら、ほら、YouTuber さんとかよくやってるじゃないですか。うわ、ごめんなさい。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。はい。やってるじゃないですか。はいはい。男の人のカバンの中って、俺、まあ、男の人のカバンを持ってるのが分かんないけど、ほら、クラッチバッグとか、ああいう系に何が入ってるのか、例えばね、っていう、そこは気にならないかなと思って。ああ。逆バージョンです。いわゆる。なるほど。はい。はい。はい。ってことで、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、こう身内で、ちょっと。ちょっとこの身内でやばいもんね。これちょっともしね反響良かったらちょっともうね名古屋とか行って、これネタバラシいいっすか。ちょバラしちゃいかんっすけどね本当はね。どうじゃ今ここにツイートキャスティングといってね、なんかバレてるからもうあれなんだけど、そうどっかの誰かさんなんか正当者らしいんだよな、これ誰だったっけ。あー、そう誰かさんなんかやるように整理整頓してて、いや私は完全帰ってきたばっかだったからやるよって言って、じゃあ俺もやるって突発的に入ったね。本当にまんま、もうさっき帰ってきたまんま、これで、いつもあえていじってない、なのに一人約1名、はい、はい、今チーンってここ入りましたね。ああということで、まあやってきてたいと思いますけども、酔っ払ってます。大丈夫です。誰からいますか。誰からいますか。デシさん、まあとりあえずでもじゃあ女性、まあ一般的な感じで女性、あ、女性な感じで私から、はい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 、はい、やりましょう、やりましょう。さあ、へえ、タブってこうやって見えるんだ。いいね、なんそこなんでそこ、すごいなと思って。まずまあ普通になんか かわいいカバン持ってるね、それね。どうしたのそのかわいいカバン、それさりげなかっこいい。何そのかわいいカバン、どうしたのそれ。何それ、めっちゃかわいいカバン持ってるやんそれ。めっちゃかいいカバンじゃん、ね、うちがただこねてね、誕生日にねおさっぴに買ってもらったの。 お兄様が買ってた、優しいお兄様だね。なんかそれ、そんなお兄さん俺も欲しいな。で、中身がすげえした、まあハンカチ、ゴーゴー、ハンカチなんか使わないでしょ。そんなことないよね。ほう、まあ、ハンカチで、ハンカチで、で、これちょっと請求書だから合意して、はい、請求書請求書ちょっとここに置いたり、お前リアルだね、リアルだね、リアルだね。触ってないって言ったじゃん。はい、怒ってる。で、まあガムでしょ、ガム、ガム、串でしょ、はい、ほう、ほう、まあ、キーペース、うん、車の鍵の、ビビアンのね、うん、そう、ボロボロで、財布、うん、ああ財布ね、うん、そんな財布だったっけ、これもね、あ、それもコーチやん、誕生日にもらったの、もらいすぎだわ、いいもんいっぱい。で、この鍵のキーケースももらったやつ、もらいもんしかねえじゃねえか。で、まあ、髪留めね、ほう、で、あ、女の子らしいね、カバンの中が。このキーケースももらいもんか、医師さんがくれた、うん、で、家鍵と店鍵が、まあその辺まで普通だな、別に。うち普通だから悪いけど。タバコケース、これも石井さんが。もらいもんしかねえじゃねえかも。てか多分これ揺れるな、すごい。すごい揺れるですよ。うん、それ何？これはもうちょっとボーボーだけど。香水。あ、香水ね。で、うん、で、これベイプね。ベイプのケース。ベイプ？ベイプ。ああ、水。ああ、ベイプね。プね、うん、で、でもこれ普段入れてない。割り箸。なんで割り箸があるの？おかしいやろ。どこで弁当くんだよ。で、これグロスで、ファンデーションで、うん、あ、この辺女の子らしい、ね、あ、ね、ライター出てきて、うん、ちょ待って、どんだけ、もう入りすぎた、またガム出てきたから、ガム出てきて、髪留めで、うん、で、これも髪留めで、うん、いらねえだろそんなに。で、これ印鑑で、あ、うん、なんで印鑑かまでおかしくない、ちょっと。しかもそれさ、実印のやつやんそれ。これちょっと今日検査しといてきたから、
印鑑入れとっちゃかんってカバンに。で、これ何？証明書？うん、証明書。証明書？しました。まあ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 、そういう感じね。はいはいはい。何別通だよ。で、ライターまた2本。大、ほぼゴミやん。ほぼゴミやん。なんかさ、これ俺買った気がするんだけど、何これ入ってんのこれ。パクられましたね。アメちゃん。アメちゃんね。以上。こんだけ？そうだよ。なんでゴミがいっぱい入ってる感じね。まあまあ。なんかさ、女の子にしてさ。ねえ、こまごましいもの入りすぎだろちょっと。女の子にさ、なんか一つ足りないものがあることね。化粧ポーチ。そう、ピンポン。なんで？化粧しないから？重たいから入れてない。化粧のしないの？する間がないね。あ、そういう感じね。あ、でもその時あの使うやつだけカバンに。あ、なるほどね。別で？そう。じゃあここから石井さんですね、うん、僕っすか、うん、それいやいやいや、何ですか、その僕っすか、大御所っすか、いやいや、だってじゃ誰の企画ですかこれ、これ石井さんなんてか、そこはここだいぶ KY じゃないですか、いや、大崎さん行かないといけなくないですか、やっぱり、あ、段取り的には、あ、段取り的に、段取り的には、じゃあそうします、あ、そうしましょう、はい、はい、逆に、はい、何が入ってると思ったんですか、このカバンの中に、え、なんすか、何が入ってると思ってるんですか、何入ってるんですか、 YouTuber のカバン、 YouTuber のカバンの中、僕のカバンの中なんか誰も見せたことないですよこれ、確かに前代未聞ですよ、そうですね、いつも持ってって言われて重いじゃん、重い、何が入ってるかすごい気になる、まあまずスマートじゃないスマートキーそうね、スマートじゃないスマートキー、はい、スマートキー、はい、でこれはいつでも出せるんですよカメラ、あー絶対ねこれ、もう YouTuber、 これが私物なんていうの、あの個人財布、うん、これが個人財布、はい、でこれが経費財布、経費、はい、経費財布、はい、で請求書リアルだなこれ、名刺入れ、名刺入れ、はいはい、スルーないとなんで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 、常備してるんでこれ、あー、そうなんですか、いや、どこで何やってもいいのこれ、あー、もうやば、はい、これスルーないと軽くなってきたな、でヒューズ、なんで？わかんない、いや、なお触ってないんですって、で、デジカメ、デジカメ、デジカメ、あーはいはいはい、あー、でも、ぽいな、モバイルバッテリー、あー、はい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 メモ帳、はい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 、大事ですね、はい、大事です、ジェフもやばいっすね、これ赤、そう、赤いやつですね、まあまあ、わかりました、わかりました、それ、あー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 ちょっと、寝ててこれ、うん、寝ててあー、で、なるほど、なるほど、そういうことですね、あー、ヒューズ落ちました、で、銀行員、あ、銀行員、はい、で、タバコ、あ、タバコ、はい、あと、まあ、あのライターとか、僕頭痛が痛いんで、頭痛が痛いんで、頭痛薬と、はい、バッテリー類、あー、なるほど、と電池、エボルタ、あー、すとか、ボールペンとかが入ってて、はい、え、これどういうやつか、あ、まだなんかある、切ったね、ボールペン、ボールペン、これどういうやつか、もう入ってないですよ、これ、ヒューズ、あ、ヒューズ、なんでヒューズ、なんでまたカンヒューズが出てくるんですか、捨てたし、しかも、それ絶対使わないやつですね、それこんだけですね、でもからこす、あー、なるほど、2900円ぐらいのカバンです、あー、へー、こんな感じ、あ、YouTuberっぽい、この辺は普段は入れてないんで、たまたまあの入ってただけなんで、これはもう、いや、しかもちゃんとカメラも入れる場所があるんですよ、はいはい、あの、ここにすぐ出せるとこにこうやって突っ込んだんですよ、ここに、あ、もうす、もう、もう、やっぱ YouTuber、 こうやってると、うん、スッてこう、あ、こっち、そうですね、常備で、ここもそこからすぐスッて取るんで、あー、なるほど、いや、ここまでたらもう次石井さんやらなかったですね、そうですね、じゃあ石井さんやりましょう、やりましょう、はい、はい、ちょっと大御所だ、メインが、これから見れるけどさ、汚ねえもん本当に片付けたの、片付けてこれですか、はいはい、見せてください、確か物が溢れ出てる、まず、あれ、なんでアイチャの財布持ってるんですかあ、これはさては、これ、あれっす、
これ開いてるから財布じゃないですか。そうそう。どうしたんですかこれ。1万円で買ったっす。1万円。安すぎだろ。開いてるなこれ。財布もらったって言ったじゃんさっき、うんうん、だから財布これ売ったらいくらになるのかなって言ったら、じゃあ俺が買うって言い出して。1万円で、ね、本物っすよこれ、うん、でも買った時高ってね。どうだろうね、このエナメルタイプは。でも結構もう8年ぐらい使ってるだよね。いや1万円はでも安い。じゃあ1万円、はい、1万円買いました、はい、大事に使ってねって言うと、はい、このパンパンにしとるの、うん、でまたこれ財布前の財布入れてるんですか。これあのカードとか入ってるんで、いろいろとポイントカードとか、はいはいはい。でなんかこれなんかまだ使ってないハンカチ。それもアイチャラと同じですか。ハンカチです。あ、違うやつですか。あ、違うやつ、ね、違うやつです。でなんかまだ使ってないポケットティッシュ。なんですかそれ、ポケットティッシュとか。はい、突っ込んだ。でタバコはストックは2箱。パーラメント、はい。なんかいっぱい入ってる。やばイブ、はい、それも僕が思ってますね。はい、そうですね。やっぱ仲間ですね、その辺は。で、ね、これが何ですかそれ。アイコスですね。え、アイコス吸ってるんですか、石井さん。吸ってます。初めて見た。アイコス。本当は。アイコス。はい。アイコスで、で、あの、何吹いたかわかんないティッシュ。何ティッシュ入ってるんですか。吸ってなさいよ。で、ギャッツビーこれ。あの、ほら、おすすめ。はいはいはい、これね。僕が使ってるんですね。そうそうそう。はいはい、あ、もう。それいい匂いしますよね。うん、そうですね。これね。うん、これでね。で、そのカバンの中って面白いな、ね、そうそうそう。あ、いい匂いこれ。そうそう。それいいよ。で、これ、あの、喉人、喉人。の、この、喉シュッシュのやつ。喉ヌール。うん、喉ヌール。もう、これ。使ってるとこ見たことないけど。からの、いや、やっぱこう、やっぱりこう、まあ、単純にこう、まあ、モバイルバッテリー。それはみんな最近持ち歩いてますよね。絶対ね。絶対あるね。いや、うち持ってない。でも、なんか、試合、リスナーさんとかでは5、6個持ってるって言ってましたよ。で、これは多分入ってるな。なあ、これカラコンっすね。妊娠検査薬カラコンっすね。あ、カラコンっすね。はいはいはい。カラコンで、からの、何ですかそれ。眼帯。何ですかそれ。眼帯、しかもあの、なんか変な輪ゴム付き。マジマの兄貴なりきりセットっすね。そうっすね。はい。で、あの、じゃらじゃら、じゃらなんですか、ね、これスピアス、ね、なんでトークンがついてるんですか、そこに。トークンついてる。それよろしくないですね。そうですね。これあんまり映ってますね、はい、これね、はい。で、からの、はい。なんか、充電器ですね。はい、なんか充電器。充電器、はい。まあ、あるんですよ。めっちゃ出てくるし、なんか。これ、消えますね。応急用の、このなんか、キャッチとかやるときに。応急用ですね。はいはいはい。うちの車なんて結構忘れてるかな。そうっす。で、何でか知らないけど、これ、主肉があるっていうね。まだ入ってますよ。で、これ、あ、なんか、ほら、何ですか、それ。お茶を買うと、なんか、ついてくるみたいな。なんでそこに入ってますか。あ、これ、ちょうだいじゃない、いいよね、今ね。はい。はい。からの、まあ、車の鍵がありつつ。鍵さっき持ったっすよ。いや、あるんですよ。あるんですよ。まあ、とりあえず。で、まあ、とりあえず、そこが汚いし。何ですか、それ。何ですか、それ。これが。よくわからない。それ、足ですね、それ。足ですね、これ。三脚の足なんですけど、折れてるやつです。はい。はい、折れてるやつ。からの、まあ、この辺。薬物。この辺薬物ですね。まあ、この辺は、まあ、書類関係、いろいろ、ごっそり。こっそり何ですかその書類。まあ、これも出すとちょっとめんどくさいんで、それめんどくさいんで一回しますね。でしまい合わせてもらってからの、か領収書。まあそれはまあ領収書いいですわね。はい、で僕も名刺で一応持ってるんで、はい、でからの薬。どら何か出てくる。で薬のそのやつ、はい、早い、それからのアメちゃん。アメちゃんがなんかゴロゴロしてますけど、で、なんか三文版が使ってないやつかな、これ。はい、はい、わからないですけどね。はい、で、まあ僕の一番重要なのが何ですか、重要って。まあ、ここっすね。もう僕、八割なんかゴミにしか見えないんですけど。これっすね、これっすね。なんですか、それ。これっすね。なんですか。これは、いろいろ、もう絶対そのなんかそれシャブとかパケとか出てこないんですか。いやいや、全然ポンプとかすごいっす。通常でこれ何ですかそれ。わー入ってる。石井さん、それやばくないですか。持ち歩くもうやばいっすよ、これ。落としたらやばい、それは。これ全財産。あ、なんか出てきた。ポテトマン、ポテトヘッドです。ポテトヘッド、あ、大好きっす。もう意味がわかんない。大好きっす。で、からのわさび。わさび、はい、わさび。これ絶対寿司屋っすね、これ。わさびっすね、はい、寿司屋っすね、これ。お金が。で、
紙とお金カバンの中よくあるある。髪の毛入り、チャチャの毛入りの、あ、小銭やらなんやら。カバンの中よくあるあるですね、それ。そうですね、ええ。じゃない。で、あと、なんでか知らんけど、そんな。なんでですか、いや、車の部品ですよ、それ。買えないといけないし。おかしいですよね。なんか、アイドルがあさぐってるし、何、もうこんな気ですか。そうですね、あとは、まあ、まあ、こっちに、僕、サシバ取れるんで、アロンアルファと。いやこれリアル西さん差し歯取ってアロアロフくっつける人だから本当でセコムのまあこれ店のやつですね。まあこの辺はまあゴミくちゃ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 整理したらまあ整理しますけどまあとりあえずオチは何ですかこれの。とりあえずはまあこんばんはあとはこういう感じですね。はいで以上ですか。以上別にオチなしですか。で、この中にはね、こういうふうに、タブレット編集用の、こういう機材、こういうのが、あるんですよ。あとは、まあ、プリクラやら、名刺やら。プリクラ、名刺、はい。うん。プリクラとかね。うん。なるほど。まあ、あるんですけどね。以上ですか。あんま見せないですね、これね。以上ですか。これ。何ですか、何ですか。これ、いや、いかんわ。見せたわ。じゃあとりあえず終わるかな。何この終わり方。終わるかな。こんな感じで終わるんですか。とりあえず終わるかな。何ですか。え、終わる。これ終わりでいいですか。あかんかったなぜあかんかったっ。これあかんかったです。ごめんなさい、すいません。え、なんすか。ねえ、バカだよね、ほんとに。何がじゃあさ、じゃあ最後にオチを何か考えようって喋っとったの、で、プリクラプリクラを、他の女の子と写ってるやつをうちが見つけた体にして、それでうちが怒って終わるふうにしようって喋ってたの。今一人で一生懸命その方チラチラ見ながらさ、めっちゃ訴えかけてくるの。やばい、この人一人でめっちゃ言っとるもん。あ、そういうこと。そうなんでやらんかったの。え、なんかこの逆にこの慌てっぷりが入りづらかっためっちゃ目で訴えてくる。あのさ、企画倒れだよねマジで。なんすかそれ。もう、石井さん、こけることが多いですね、なんか、ドッキリといい。おかしいなぁ。おかしいなぁ。ってことで、もう締めてください。まあ、とりあえずもう、まあ、まあ、男のカバンって、どういう風になってるかわかんないけど、まあ、俺のカバンはこんな感じ。はい。うん。うん。で、細見さんのカバンは、本当は違う。これ、本当は、お金めっちゃ入ってないんですよ。めっちゃ入ってたから昨日見たら3000万ぐらい入ったからね。なわけ。いや、石井さんすげえとは入った。石井さん正気じゃないです、それは。え、それ正気じゃないです。あ、ほんとっすか。そんなもん持ち寄れたら僕怖くて外歩けない。そういうことですね。はい。じゃあとりあえずそういうことで、はい、男性のカバンをまあチェックしてみたっていう動画でした。はい、まあ参考になれば参考。参考なんかならん。ならんわ。うん、はい、まあ皆さんもね、まあ、一応かな、あ、これ女の人がいいかな。はい。うん。まあよかったらね、はい、カナレシさんのかね、カバンとか。尺長いですね。うん。男性のカバンとか。あ、男性のカバン。うん。やね、見てみてください。はい。いやらしいものが入ってるかもしれないよ。はい。ということで、さよなら。バイバイ。バイバーイ。